セントマロ、セントマロ、セインツマロは、ルイジアナ州セントバーナード軍のアゼに存在していた、小さな漁村である、18世紀中期から20世紀初めにで、破壊されるまで存在していた、マニラガレオン貿易うっかりの、アメリカ合衆国最初のフィリピン人居住地であり、アジア人初の居住地とも考えられている。セントマロの名は、逃亡奴隷グループのリーダーニチナム。 1784年、サンマロをリーダーとする逃亡奴隷グループは、ボーンコの湿地帯へ逃げたが、スペイン軍に捕まり、1784年6月19日に、ニューオーリンズのセントルイス大聖堂前の広場、今ので公主刑に処された。セントマロは、1763年に、マニラガレオン貿易に従事する、スペイン戦から逃亡した、フィリピン人によって設立された。 また、セントマロンが1812年以降に設立されたと、する記録もある。逃亡の理由は様々だが、スペイン人による暴力に耐えかねた場合が多かったと、される。彼らは、スペイン人居住地から遠い、ルイジアナ州の湿地帯に居住し、この地域に住んだ人は、マニラメン、マニロマン、後にタガラス、タギャラズと呼ばれた。彼らは100年以上にわたり自治を行い、 ひっそりと暮らしていた。1883年にニューオーリンズのジャーナリストラフカディオ・ハーンがに寄稿した記事によって彼らの存在がアメリカ人に知られることになった。セントマロはという漁村から5マイル8.0キロメートル東にあるセントマロバイユーに面していた。ハーンの記録によると彼らは小さな高床式の家に住んでいたがパルメット 低木のヤシや背の高い草で編んだ家はハリケーンが頻繁に襲来する過酷な自然環境に耐えられるものではなかった。湿地帯では強靭な建材が見つからなかったため材木などはルイジアナの他の地域から船で運んできた。湿地帯のカなどの害虫から身を守るために全ての窓に網を張り多くのアメリカアリゲーターなどの爬虫類や他の動物にも注意しなければならなかった。 家具、テーブル、椅子、ベッドなどはなかった。寝具は、パイナップルカチランジア族の植物、サルオガセモドキを、マットレスのように使っていた。ハーンの記録によると、漁師は夜になると、小麦粉の樽、畳んだ穂、魚の燻製に囲まれて寝た。魚、油と酢をつけて食べ、生魚を食べていても病気にはかからなかった。フィリピン人の主食である、米は、ごく稀に食べられた。 マニラメンは主にカトリック信者だったが、近隣のニューオリンズから聖職者が訪ねていたかどうかは、分かっていない。税制や警察はなく、独自のルールを持っていた。論争が起こると、村の最長老の者が仲裁し、これに従わない者、あるいは問題を起こす者は、フィッシュカー、フィッシュカーと呼ばれる、旧ゴシラへの牢獄に投獄された。フィッシュカー内の環境は過酷で食事も与えられなかった。 ために、問題を起こした者は通常判決に従った。村は、セントバーナード軍の行政区内だが、ルイジアナ政府の役人や、税務署員が訪れたことは一度もなかった。女性は、基本的に住んでおらず、ハーンが訪れた時には、女性は一人もいなかった。過酷で孤立した環境のため、家族を持つ者はニューオーリンズなどに妻子を住まわせていた。 フィリピン人の女性がいなかったため、マニラメンは、ケージャンやインディアンなどの女性と結婚した。ニューオーリンズの学校に子供を通わせる者もいた。マニラメンは、米英戦争のニューオーリンズの戦い、1815年に参加し、フランスの海賊ジャンラフィットと共に、アンドリュー・ジャクソン軍に加わった。1815年1月8日、率いる約8000人のイギリス兵は、 ニューオーリンズを制圧しようとしていた。それに対しアンドリュー・ジャクソン率いるアメリカ兵は約1500人、歴史家マリーナ・エスピナ、マリナ・イスポイナによると、アメリカ軍は通常の軍隊、市民軍、狙撃手に連隊の海賊によって構成されていた。この海賊にセントマロの村民が含まれていたか、あるいはそれを指していると思われる記録がある。 当時スペイン語をその地域で話す人々は、マニラ面だけであったため、この海賊は防音湖畔地域のスペイン系領師、と説明されている。セントマロは1915年のニューオーリンズハリケーンによって破壊され、生存者は再建を諦めてニューオーリンズに移住した。セントマロは、合衆国内最古のフィリピン人居住地だが、居住地は、その他にもあった。 メキシコ湾沿いのミシシッピデルタノにあったは、最大で、最も有名であった。このタプラークミンズ軍には、アロンブロカナル、アロンブローカナルと、キャンプデューイ、キャンプデューイ、ジェファーソン軍には、レオンロハス、レオンロハス、バイオーショラス、バイオーチョロスと、バッサバッサ、バッサバッサがあった。マニラビレッジの家屋は、高床式で50エーカーの湿地に建てられ、1965年に、 ハリケーン・ウェッツィーによって破壊されるまで存続した。フィリピン人がこの地域にもたらした文化には、星エビの生産が含まれる。これはフランス語のシスバルブ、シックスバーブ、六本のヒゲに由来するシーボブ、シーボブという名称で知られている。星エビの生産は今日でもケイジャンによって行われている。マニラメンの子孫たちの中には、今でも根結のアメリカ人として、 ルイジアナ州に居住する人々がいる。ルイジアナ以外では、フィリピン人は、メキシコ各地に居住地を見つけた。彼らはスペイン語を話したため、アメリカ合衆国より容易に適応した。マリナ・エスポイナ、フィリピノス・イン・ルイジアナ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。